ちは。学校終わりましたか。お疲れ様です。
展開早いですね展開早いな。今回展開早いですよ。
集者さんは万先生のネームも見るんですか？いや、見てないはずだと思いますけどね。とりあえず話作りは万先生に一任してもらって、絵作りは俺に一任してもらうっていう感じですね。
あと7枚。7枚。こんばんは。部活終わりですか。お疲れ様です。何部かな。運動部かな。お疲れ様です。
っちの駒やったりこっちの駒やったりとかするのはあれですよ、あのスタッフさんに仕事を回せそうなやつを先に、ま、やるんですよね、うん、まあ書きたいやつを先にやっちゃうっていうこともありますけど、そういうこともありますけど、基本的には作業効率ですかね、すぐ泣くぴょん、ああ、水牛くんすぐ泣くぴょん、今回はあれですね、あの水流くんの顔芸を楽しむ回でもありますね、水流顔芸会ですよ、水牛くん何歳なんですかね、19、20歳ぐらいかと思いましたけど、20歳ぐらいじゃないかな、同世代、まあ、ジェノスより1歳ぐらい年、うん、まあ、俺分かんない、俺設定知らないから、まあ、意外なこと言わないでおきますね、20歳ぐらいなんじゃないかなと思って書いてますけど、
大学生、ウェイ大学生か、あんまりないわれよ、うん。
ああ、そうですね。海外の方多いな。ちょっと。G ペンなどの道具はどこで買いますか？あれですね。G ペン売ってそうなとこだったらどこでも
そうか、まあ画材屋さんだったらどこでも大体売ってるんで。昔は湯沢屋とかでしたね、世界堂とか。